次の写真をご覧いただこう。これは十数年前、投稿者が当時仕事をしていた職場で撮影された一枚である。2列目右から2番目の女性のあたりをご注目していただきたい。女性の背後に男性とおぼしき顔が映り込んでいる。この時この場所にはこのような男性はいなく、また女性と後ろの壁との間には棚があることから、このように人が立てるようなスペースはなかったというのだが、投稿者によるとこの写真が撮影される1年ほど前に、この女性の夫が脳一血で倒れ亡くなっているのだという。海辺で遊ぶ男女、男性の首から上の部分がまるで切り取られたかのようにずれている。霊体は映っていないが、これは霊の仕業である。非常に霊の悪意を感じる写真であり、それは怨念から来ていると思われる。この男性と霊との関係は不明だが、近い未来にかなりの確率で霊障が起こることが示唆されている。投稿者によるとこの男性とは今は連絡が取れない状態にあるという。もし男性がこの霊への対策を何も講じていなかったとすれば、すでに他界している可能性が高い。幽霊屋敷特集最後の写真である。これは大学生の投稿者が肝試しで関東近郊の廃墟を訪れた際撮影した一枚であるという。その廃墟は古い一軒家がいくつか並んでいるのだという。彼らはそのうちの一棟に侵入したというのだが、画面中央をご覧いただきたい。オーブとおぼしき白い発光体が現れている。だがそれだけではなかった。巨大なオーブの中をよくご覧いただきたい。巨大な顔の口元がはっきりと映り込んでいるのだが、何かを叫んでいるかのように口を大きく開けた顔がある。投稿者によるとこの建物には数十年前一人の老婆が住んでいたというのだが、その後亡くなってしまった。強盗に殺された、首を吊って自殺したなど様々な噂があるそうだが、はっきりとしたことはわからないという。まさかその亡くなった老婆の念が今もなおこの廃墟に封じ込められているのだろうか。お祭りで使われる神輿の前に立つ子どものスナップ写真。神輿には賽銭箱が備え付けられているが、その奥に現れた霊の姿がお分かりだろうか。横を向いているこの中年男性の霊は、写真が撮影された神社を住処とする霊であろう。終日行われたお祭りの騒ぎに乗じて現れたと考えられる。これは偶然映り込んだ霊の姿であり、表情からしてもこの世の人間に対する興味はなさそうである。悪い影響はほぼないと考えてよいだろう。しかしお祭りにおいても死者を冒涜するような行為は禁物である。この写真もまた
危険な心霊写真である。被写体の女性は投稿者がかつて交際していた人物だそうである。その女性を白いもやが覆っている。そして女性の左肩あたりの壁に目を凝らせば、叫びを上げているかのような霊の表情がご確認いただけよう。この霊はこの女性に強い恨みを持った人物の生き霊である。実は写真をお送りいただいた投稿者の手紙には、この女性に対しての罵詈雑言が書き連ねられていた。投稿者によれば、この女性から突然一方的に別れを切り出されたのだそうである。これは未練を抱いている投稿者自身の生き霊である可能性が高い。次の写真をご覧いただこう。これは大学生の投稿者が飲み会を開いた際に撮影した一枚であるという。画面右の男性をご覧いただきたい。顔の一部分が異様に歪んでいる。これは撮影の瞬間、彼の目の前を何らかの霊が通過したために起こった現象であるという。彼自身に悪い影響はないというが、写真自体はあまり良いものではないため、処分した方が良いとのことである。投稿者の父親が育てているという盆栽を撮影した写真。一見何の変哲もない写真であるが、これも心霊写真である。画面右側の地面に目を凝らしていくと、ここに2体の霊がご確認いただけるはずである。いずれも小悪で非常に危険な霊である。投稿者の話では、最近投稿者の父親が一人で盆栽いじりをしている時に突然倒れたことがあったのだそうである。幸い近くに投稿者がいたため大事には至らなかったそうであるが、この2体の霊が何らかの悪影響を及ぼしていることは確かである。投稿者はなるべく早くこの霊を追い出してしまった方が良さそうである。